博物館外海空軍中央博物館は、ロシアのモスクワの東 38km に位置する、モニの空軍基地内にある、ロシア最大の航空博物館である。日本国内では、モニの空軍博物館としても知られる。1958年に建設され、設立当初は、ソビエト空軍博物館として1960年に、開館。ソ連時代は、 その立地から一般市民の立ち入り禁止区域に設定されており、ロシア連邦となった後でもロシア国籍以外の入場は事前申請が必要とされていた。ロシア航空機に関するものとしては世界最大であり、173機の航空機と127機の航空機エンジンが展示され、兵器、機材、制服、その他航空に関係するものが多く収蔵されている。 訪問者は書籍、映画フィルム、写真等が収められた図書館を訪れることもできる。博物館はユーリガガーリンの名を取った士官学校に隣接している。2001年に政府機関から独立し公式ホームページを立ち上げている。博物館は平日の場合午前9時から午後17時まで、土曜日は午前9時から午後16時に開館している。 日曜日と月曜日は閉館である。博物館は、ガガーリン空軍士官学校の敷地にあるが、2006年夏、現在特別な許可は必要とされていない。ありがとうございます。